あんま聞こえないっていう難点が。あそこで佇んでる人がいるけど傘ないんだよきっと。そんな私の提供に何だろう。傘持ち歩かんとダメだよね。これは無理だよ。さすがに。あ、確かに午前中降ってなかったからっていう思います。まあ、逆に面白く聞いてる。なんかあそこで。そのちょっと。え、なんで？急に。横切ってきたから。危ない危ない。さすがに無理だよ。公園で遊んでた人も突然慌ててたけど。反応できないやつ。ああいうのやめてほしいよね。横から急に流行ってきたから。これぐらいでいい。うん。もうこういう雨の時はね、もう右か右側ないのだけ。右横の車やめた方がいい。ちょっと意地悪言うわけじゃないけど、うん、ちょっと難易度高い。よほどね、奇跡起こんない限り入れてくんないよ。うん。だがね、この雨で私はね、試したいんだよ。この靴が本当にこの雨でも防水として役に立つのか、浸水するのか。それで、ね、この靴がこの大雨でも、あ、ごめんね、あと13万人が本気で選んだアメコンランキングが知って、9時からはドラマスペシャル「いい花が恨みを潜む」。小さな違和感から事件に隠された警察組織の闇を暴きます。犯した罪は本当にそのくらいの下痢もならない。夜もテレ朝。それ確かご所人所近くの、あそこなんだっけ、あれ、あ、そうそう、ありがとう。違う違う、あの反応、右、左からやるとさ、うん、違うとこに反応して、今箱根のトイレ行くとこなんですよ。でもね、この雨で急激に降ったりやんだりなんて、今日多少のってね。おじいちゃん、鹿島神社から律儀にお辞儀して出てきたけど、傘がないんかい。大丈夫、おじいちゃん。もうダメだ、おじいちゃん、ここ横断歩道ないんだから、そこ通ろうとしちゃう。ダメダメ、ちゃんとしたとこ通って、雨だから危ないよ、マジで。事故が楽しいおやつ。やっぱ左と出るか。まあ、だいたい左じゃない。名古屋バイパスしたの。CM は、お得でした。 CM うるせえな。うん、名古屋バイパスした通りだ。違う、なんか中途半端だったから。まあ面白いけどね。いや、なんかさ、今の声優さんじゃないから。あ、まあね、別に今の声優ディスるわけじゃないけど、やっぱイニシエの人間だからさ、うちらってさ。だからイニシエの声優さんじゃないとやっぱ違和感がさっていうのはあるじゃん。まあでも藤原刑事さんはちょっとね、難しいかもね。いや、ほんといい声だね。イケボってやつだよ。イケボっていうか癒しボイスなんだよ。癒しだ。なんかこう安心する。で、なんかしみったれたまま生きてる感が出てるんだよ。なんかね、ほんとあのヒロシの性格に合った声っていうか。ちょっと辛いけど、なでも頼りになるんだよ。あ、この男かっけーみたいな。そう、ヒロシなんとかなるさみたいな。ちょっと女に弱くて、美人とかに弱くてさ、そこしんのすけと性格一緒だよねみたいな。しんのすけその性格受け継いだなとかさ。頼りになんねえような父ちゃんだけど頼りになる、かっこいいお父ちゃん。これは取らないでいいんだよ。甘やかり中なんじゃない多分。うん、多分大丈夫。ねえ、使わない傘1本もあげたいくらいだけど、チャリだからな。子供差しながら行くには危ない。70キロか、今頃は。だ、気象庁は言ってたけど、こういう雨とか、うん、大雨とかの時は多分ルタカとかいい。なんだっけ、雨かっぱみたいな、ああいうやつより、うん、あの、登山とかで使
称してた。あの風で煽られない、かつ防水加工がすごい強いから、そう思った時はサルズボンだけ入ってくればよかったと思います。トラックの仕事出してわかる感じがしないぐらい働いたらしい。藤原さん。すごい辛いらしいじゃん、なんて。まあ、病気によるのかもしれないけどさ。まあね。病気というか、その場所によりきりなのかもしれないけど、その厳しい。マックのさ、外の警備員の人、警備ってかあれ、店員だよな。かわいそう。うん。ずぶ濡れやんけ。ちゃんとしたいいね。雷雨みたいなのがダーってくるけど、ちょっと待ってばすぐ、あれ日焼け止め塗るの忘れてた。だいぶ焼けちゃったかな腕。大丈夫でしょ。俺に調べた。全然ピでもこうやって見ると私焼けてんのわかんない。えらそんなの。あ、太陽出ないかと思ってアームカバー持ってこなかった。
コロ。何コロ。コロッケ。時間でやっちゃった。その研修の何時ぐらいに終わる予定は見て、いや同じように18時だよ。その研修時代だから、その研修の途中に会議するって話でしょ。前だけどなくなってんだよ。あ、そうなんだ。あの声優さんだよ、あのヤンヨの人。まさっき長男爆走族の GoTo キャンペーンね、久保塚洋介だっけ、あの実は結構フルガーブの人使わせてなくなっちゃう。じゃあそこ見えないってよ。あのお兄さん仕事中だよ、こんちゃん。あれ、洋介って言ってたっけ、超難爆走族の人。わかんない。洋介は覚えてる。なんとかまた違うバージョンのアイマスのチーム。アイマスはもう全然そのもう V しなくなっちゃった、めんどくさくて。初代のメンバーが全然わかんない。でも確か今なんか無料ガチャやってたような気がするけど、もう V しか
あれ、もうめちゃくちゃキャラいるんでしょ。いるすぎてよくわかんないけど、もう私リアム一択で考えてるから別にいいや。あ、リアムはね、なんか鳴き声がドラえもんっていうので有名ってめっちゃ分かったけど、それ以外の新キャラ全然わかんないよ。まさかモブキャラ、ある意味さ、デレステの中のモブキャラみたいなもんじゃん。ノーマルカードでしかなかった子がさ、あ、そうレアに相性スーパーレアまでのし上がるってすごくない？一番最高潮のレアがなんだっけ？ SR だっけ？全然わかんないデレステ。よくわかんないけど、だからすごいよ、レア。デレステはマジでやんねえかな。私もリアム知ったのはなんかツイッターでなんか綺麗可愛い絵が流れてきたから、何このキャラって言ったら、あ、今いるんだって。めちゃくちゃ早口なキャラでしょ。最初ノーマルでしかなかったけど、とりあえず手に入るっていうので手に入れて、その後とりあえず今のところ全部彼女のカードは全部コンプしてるはず。これでボコッと見つけたらどうするの。いや、もう10-0で、あっち側で止まってるしね、うん、しかも真ん中を無理やり走ってるしね、ある意味。これでも大丈夫だけど、このマイネックストレートが危険だよ。でかいよね、今トラックが躊躇したぐらいには、うん、この車でかい。そんなにでかく見えないんだよな、そのエクストレート。ちょっとスリムに見えるような設計してんのかな。いや、多分相当でかいんだろうなって思うんだけど、まあ、一応かぐばってるところから丸くはしてる。そうそう、そのせいなんだね。なんか客観的に言うとスリムなんだよ。でもでかいなとは思うけど、ああいう方がいいよね、スリムな方が。丸いフォルムもいいと思う、すっきりしてて。うちの親がくれたからそれずっと使ってるんだけどさ、多分新聞のあれでくれるんだと思う、契約更新とか。なんかって厳重な警戒が必要な状況が続いています。台風10号は昼過ぎにも最接近すると見られていて、奄美大島では最大瞬間風速70メートルの暴風が予想されています。また奄美市内などでは停電も発生していて影響が出始めています。
島の南東シナ海に面した桜崎市、安全な建物のベランダからお伝えしています。現在雨はですね、少しずつ強まってきまして、午前9時頃から時折視界を遮るような強い降り方をしてきています。風は絶え間なく生暖かい風が吹いていまして、空き缶が飛んでいく様子も確認できました。そしてこちら東シナ海なんですが、壁のような波が何度も何層にもなって波消しブロック防波堤に打ち付け、波しぶきが海沿いの住宅に降りかかっているのも確認できます。こちらは1年の中でも潮位が高い時期を迎えていて、鹿児島県内は今夜午後9時ごろから10時ごろにかけて台風の接近と満潮の時刻を同時に迎えます。雨風に加えて高潮に見舞われることも考えられ、あれ全然避難のタイミングも自分自身で考えておくことが必要です。多分この1回でここからだけど全然進まないね。前の人もそんなにいくらそんなもん、これは1回じゃいけないかな。無理だね、待ちましょう、うん、危ないからね。最初の人もそうね、そう全然回ってなかったじゃん。結構ちょっとラグあるけど、避難所に身を寄せています。台風10号の接近で避難する人が増えることから、避難所も密が避けられないとして熊本県はバス22台を手配して、人吉市の住民300人を熊本市内にある県の施設などに緊急避難させています。移動の費用は無料で、住民は一泊分の着替えや天候保険証を準備し、台風が過ぎた明日夕方に戻る予定です。気象庁はこの台風10号に関して特別警報を出す可能性は低くなったものの、引き続き最大級の警戒をするよう呼びかけました。仕事しなかったよ、最大風、うん、最大端末マンみたいな、あるいは雨量、車の見たらございません、大丈夫って音してたよね、って感じだったよね。気象庁によりますと、台風10号は千葉県や関西地方に大きな被害を出した去年の台風15号や一昨年の台風21号を上回る勢力で、怖いよな、トラック横転しちゃうって怖いよな。気象庁は重量級どすこいなのに、豊後水道などで高潮の可能性があるとして、今すぐにでも避難をしてほしいと呼びかけています。大型で非常に強い台風10号は現在鹿児島県の奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上中です。この後も非常に強い勢力を保ったまま北へ進み、昼過ぎには奄美大島を直撃、さらに今夜は鹿児島など九州南部にかなり接近する見込みです。早め早めに身の安全を確保するようにしてください。台風10号の接近で鉄道が運転の影響などに影響が出ています。鉄道では九州新幹線が正午頃から熊本と鹿児島中央の間で、午後3時頃からは博多と熊本の間でも運休し、明日は全線で終日運休となります。 JR 九州の在来線は九州南部を中心に始発から運休しています。一方コンビニではセブンイレブンで1650店舗、ローソンで1060店舗、ファミリーマートでおよそ600店舗が九州と山口の一部などで臨時休業を計画しています。
多分あと高もそうか、東京の山々多分やばいと思う。大雨中に後半前でかなりやばいってビジターセンターの人がつぶやいてた。一緒にゲームしよう。東京葛飾区の大竹昭仁容疑者は、今日は調理のシャンパンの路上で小学4年の女の子を誘拐し、ゲーム内でさ店とかやれないようにすればいいんだよ。確かにパズドラでいいんだよな。モンスターがモンスターできたっけ。東京に友達と会うと言い残した後に行方が分からなくなっていました。その後の捜査関係者への取材で、ツイッターとかね、大竹容疑者は一緒にゲームをしようと誘い、次だって多分年齢制限ないでしょう、ね、まああるんだろうけど、いやあれでしょ、誕生日設定しなければ誰だってできるよねっていう。誕生日設定でなんか何歳かだっけでやるとロックかかるじゃん。一応対策はしてるみたいだけど、そんな誕生日設定なんかしないじゃん別に。プロフィールわかすよ、うん、私入れてないもん。そうロックかかるの初めて知ったのはポブの誕生日、西暦で入れたらロックかかったから。え、このアカウント使えます。なんか不適切ななんたらかんたらって使えません、ね、マジかよって言って調べたらダメなのかよって言って。いやまあね、確かに理論上0歳のガキがさ、ツイッターやれるかって言ったらまあやれない、やれねえし。そういうのって簡単にアカウント作り直せるじゃん。あ、ていうかすぐ解除できたからでしょ。それかもう誕生日設定変えるだけでできるんでしょ。できる、初めて知ったぐらいや。マジかなって思って。今フリーだからぬるいなと思った。正直フリーだからな。こういうのが結局今こういう事故に、事故とか事件につながっちゃうわけで、怖えな。ニコペットさんいつか行ってみたいと思うなって思う。ビシバ、ビシバになるのかな。菅さんの、ただ菅さんはあれだよね、消費税減税しないって言い切ってるしね、うん、その辺でちょっと国民の支持がちょっと微妙になりそうだよね。今現状だと国民はやっぱ消費税戻してほしいっていうところがあると思う。こうした異論に対し、総裁選の形式を一任されている二階幹事長は、せっかくのドライブだからおしゃれしようかなと思ったけど、結局すげえ楽な格好で来てしまった。一応登山スタイルなんだけどね。ダメよね、こうやっておしゃれしなくなってくる。立憲民主党と国民民主党が何より
クイック機能とかすげえ簡単にサクサク反応してくれる気がする。